私の私の部屋を掃除に、それは屋根裏部分もいっぱい詰まった一部屋で、ソファーが一つと暑い日の記者録を生み出させるような、あの気持ちのイライラする特別な赤いビロードを張った僕を起こした椅子がいくつかあった。壁には漆喰が塗ってあって、それがどちらかといえば紙タバコ汁みたいな色をしていた。部屋中のどこもかしこも、それこそお風呂場に至るまで教えて茶色の斑点ができた。ローマの廃墟の花を持っていた。たった一つしかない窓は非常口に向かって開くようになっていた。そういうお粗末なところだったが、ポケットの中でこの部屋の鍵に手が触れるたびに私は富に元気づくのであった。いかにも陰気臭いところではあったが、それでもそこは私自身の場所と呼ばれる最初のところであり、そこに私の書物があり、削る鉛筆が何本も立っている鉛筆立てがあり、その他私がなりたいと思っていた作家になるために必要とすると感じたありとあらゆるものがあったのだ。その話をして、彼女についての思い出がすっかり蘇ってきたのである。オリーゴライトリーもその褐色砂岩の建物の中に部屋を借りていた。彼女は私の部屋のすぐ下に住んでいたのだ。ジョー・ベルといえば角を曲がったレキシントン街で一軒のバーをやっていた。それは今でもまだ続いている。ウーリンも私も一日に6、7回そこに出かけていたものだが、それは必ずしも酒を飲むためではなく、どちらかといえば電話をかけるためだった。戦争中は個人的な電話を手に入れるのが難しかったからである。その上、ジョーベルという男は電話のメッセージを受けるのが上手だった。これはホーリーにとっては大変ありがたいことだった。というのも、彼女には電話が恐ろしくたくさんかかってきたからだ。無論これは遠い昔のことで、先週まではジョーベルに6年間も会っていなかった。その間、時たま私たちはお互いに連絡はしたし、その近所を通ると私は彼のバーに立ち寄ることもあった。しかし実のところ、私たち2人はオリーゴライトリーの共通の友達であるという以外に独立親しい友人であった試しがなかった。ジョーベルには彼自身も認めているようにちょっと気難しいところがあるが、それは彼が独り者であるように胃の調子が悪いからだという。彼を知るほど物は誰でも彼が話しにくい人間だというだろう。もし彼と同じような特別の好みを持ち合わせていなければ、とても